2年ぶりの関西ダービー、阪神ダービーとなりました。今シーズン J1 で唯一行われる関西ダービーです。右エンドがホームのヴィッセル神戸、左エンドがアウェーのガンバ大阪。ガンバ大阪のキックオフでゲームがスタートします。 2007J リーグディビジョン1の第9節、ヴィッセル神戸対ガンバ大阪。今前半の45分がスタートしました。ボックスには3人入っている。クロスボールが入るが、ボールがちょっと長すぎました。マグノ・アウベスがこのボールを追います。ちょっと絡まれたんですが、その選手を振り切るようにして、このマグノ・アウベス、その時に足を痛めましたか。ちょっと北本が今のマグノ・アウベスのプレーに対してエキサイトしています。カードが出てもいいんじゃないか、そんな仕草も見せています。まあダービーマッチですから、こういう接触プレーというのは安吉さん、どうしても多くなりますんでね。そうでしょうね、最初に内山君が体を、入れて、走る方向を防いだわけですよね、でそれに対して、マグノが足で蹴り上げたということを、北本選手がアピールしてますよね、それをしっかりラインズマンは見てるんじゃないでしょうかね。副審の二俣さんが今片山さんにも、事情を説明しているという状況。果たしてカードなどが出るのか。今笛を鳴らしてマグノ・アウベスを呼ぶ、どっちの色かってことですよね、片山さんはマグノ・アウベスを呼びます。赤ですね。赤が出ました。マグノ・アウベス退場、一発レッド。マグノ・アウベスに対して一発レッド。寺西さん、松田監督は手を叩きましたよ。そしては足で相手を蹴り上げたというよりも、振り払うという形の、ものだと思うんですね。これに対して西野監督が、そして橋本秀雄が、ライオンの審判の井上さんにいろいろと言っていますが、かなりエキサイトしています。あまりこうエキサイトしすぎるとまた退席処分というのもありますからね。あまりゲーム以外のところでは荒れてほしくない関西ダービーです。これで同じぐらいの力になったかなというね。ドリブル突破、北川シュートコースはないか。空いてますね。打たして家長中に切れ込んでいく。倒れる。ファールですね。先ほどのシーンもありましたんで、バレーが今のはファールじゃないとアピールをしていましたが、家長ペナルティーエリアの中で倒れました。西野監督は相当熱くなってますね。そうですね、大谷通訳のバレーには大谷監督だけではなくて、神戸ベンチが非常に熱くなっておりまして、西野監督がタッチライン際まで行っているのになぜ退席処分にならないのかという声が出てますね。この辺そうですね、今実は松田監督がずっとガンバベンチの方を見てるんですよね。ある意味挑発し増田監督もしてますよね。この辺はもうご覧のように、睨み合いが両監督の間で続いているという状況です。いやー、ちょっとピッチの外でも非常にこういうシーンが、先ほどから熱いシーンが出ています。少しゲームのスピードに片山主審がついていけない部分もあると思うんですよね。もう少し近い位置で判定を受けなければいけないということ、あとは増田監督の言う通り、テクニカルエリアに対して出ていれば早めに注意をした方がいいですね。ちょっと今また片山さんがテクニカルエリアの外に出ている西野監督に注意を与えました。まだ解析までは行っていませんが、ここは西野監督もメンタル面を落ち着かせてほしいところです。橋本縦入れて家長ドリブル仕掛けていきます。家長なんとか流れを変えたいガンバ大阪、家長のドリブルからのシュート。いや、もうこういうプレーが随所に出てくることになると思うので、やはり本当に落ち着いて、ガンバとしてはゲームを進めたいですよね、逆に人数は足りているどんどん進めていくべきですね。ここもしかしいいところでボールを取りました。パスカットしたのは明治、そのまま明治が縦へ出ています。これで北本はイエローカードが出ます。ただガンバの選手としては抜けたら決定的じゃないかというところの抗議をしたいと思いますよね。ただここは抑えるべきですね、北本イエローカードが出ました。北本通算2枚目です。
のシーン、家長が出るところ、まあ、ボールに行っているのかというところですが、まあ、一瞬、はい、やはり北本遅れたんで、うん、まあ、やむを得ないですよね、ファールの判定は。さあペナルティーアークのあたりでのフリーキック、フリーキックとしてはちょっと近すぎるかもしれませんが、ただいろんな種類のボールを蹴ってきます遠藤保仁。一人人数が足りないガンバにとってはこういうセットプレーは大きな武器になります。いや、これは僕以外の全ての人が楽しみにしている結果だと思いますけどね非常に僕個人的にも楽しみですね、はい、どこを狙うのか、うん、壁の上なのか横なのか、まあ、どういう弾道のボールを蹴るのか、はい、非常に楽しみですよね。味方の選手、二川、山口、明神というところ、あるいはシジクレイがブラインドを作るのか、下を狙うか、上を狙うか。ただ先ほどおっしゃってましたけど、やはり少し近すぎる感はあるんで、はい、ここは力はいらないですよね、うん、一応家長も動き出しをしようとしています。遠藤を狙っています。見事なフリーキックのゴール、先制ゴール、ガンバ大阪。このガッツポーズ、西野監督、一人少なくなったガンバ大阪が先手を取りました。遠藤保仁、この乱戦でまずは先制ゴールを奪ったのは一人少ないガンバ大阪、司令塔の遠藤。冷静に沈着にコースを見事に当てました。いやー、榎本は逆行ってますもんね、1歩目が。やはり今のは壁の横に入っているシジクレーと数人入ってましたけど、はい、非常にキーパーにボールが見えないように、うん、この辺は巧みでしたよね、はい、遠藤保仁、通算で神戸戦8ゴール目。